うございます。バター、これを、これ焼き用のバター。今週の輝きさん、非常に元気で結構意志も強くて、頼りになる存在です。という今週の輝きさん、彼女のお仕事は災害救助犬ハンドラーとしてただいま修行中の高橋玲さんです。さあ、今日はですね、伊丹市にやってきましたよ。おはようございます、ダイソー西久美です。ということでね、こちらの方で、今回の輝きさんと待ち合わせをしてるんですけども、あそこですかね。すごい、めっちゃ大きいワンちゃんと一緒にいますけども。こんにちは。高橋さんですか。はい。あ、よろしくお願いします。お願いします。こちらのワンちゃんはジャーマンシェパードドッグの1歳1ヶ月の女の子になります。タノちゃんです。タノちゃん。はい。おはようございます。1歳でこんな大きくなるもんなんだ。はい。災害救助犬というのはこれどういったお仕事を、ですね、実際に災害現場に行って行方不明になられている方の匂いを探して、はい、アラートしてハンドラーの方にここに匂いがあるよって教えてくれるワンちゃんになります。犬の持つ優れた嗅覚で行方不明者を捜索する災害救助犬、その訓練を日々行い被災地で指示を出すのがハンドラーの仕事です。そしてここ日本レスキュー協会では災害救助犬をトレーニングし、災害時に全国へ派遣しています。まずはハンドラーの先輩高木さんと救助犬の太陽くんに瓦礫訓練を見せてもらいました。さて、どれくらいの速さで瓦礫に埋もれた人を見つけられるのでしょうか。光圀さん、土管の中に隠れます。こんな狭いところ太陽くん見つけれるかな。それでは捜索スタートです。勢いよく瓦礫の中へ向かっていく太陽くん。早くも光圀さんのいる方へ近づいてきました。あ、すごい、来た。おっと、どうやら見つけたようですよ。なんとわずか20秒。大丈夫ですか。大丈夫です。いや、もうめちゃめちゃですね、暗くて心細いんですけど、ワンちゃんのね、声が聞こえた時本当嬉しいですね。だからすごくホッとした気分で、こんな短時間でもその気持ちになるんですからね。先輩たちのように立派な災害救助犬になるために、高橋さんとタノちゃんコンビ毎日猛特訓中です。人間じゃないので言葉が通じないので、どれだけ分かりやすく教えてあげれるかっていうのがやっぱり難しくて、はい、ハンドラーは犬の命をやっぱり守らないといけないので、うん、犬にとっては、まあ、一番厳しいけど一番頼りになって大好きな人っていう存在になってほしいところがやっぱりすごく大きいので、はい、3年後楽しみにしたいと思います。3年後、はい、小学生の時学校にやってきた盲導犬を見て、犬と一緒に人の役に立つ仕事に就きたいと思うようになった高橋さん。小学校6年生の時、東日本大震災で活躍する災害救助犬の存在を初めて知り、この道に進むことを決めました。犬が好きでずっとこの職を憧れてたので、楽しくてやりがいがいっぱいあるので、きっと向いてるのかなとは自分の中で思ってます。お邪魔します。わ、失礼します。はい。うわ、すごい綺麗ですね。ありがとうございます。現在こちらのレスキュー協会には10頭の犬が一緒に生活していて、部屋や床は綺麗に磨かれ、食器類もピカピカ。いつ
つ過酷な災害現場に出動するかわからない犬たち。だからこそ普段はリラックスしてほしいと、高橋さんは毎朝早くに出勤し犬たちの世話をしています。訓練だけでなく、こうしたコミュニケーションもとても大切なんだそうです。災害現場自体はどうですか？まだ現在行ってないってことですか？じゃ熊本の方に7月に1回だけ、テレビで見てた映像よりも実際の映像はすごい思ってた以上で、ぬかるんでるところに足を取られたんですよ、救助犬が。そこですぐに呼んであげないと埋もれていっちゃうじゃないですか、足取られて。そこで現場で活躍する犬たちを守れるのはハンドラーが一番、そういう風なハンドラーになれるように日頃から積み重ねていかないといけないなってすごい改めて実感して、はい、よりやる気が湧いてきたと、はい、けどお年頃のお嬢さんがですよこれも災害現場に行くっていうのは親からするとなんかどういう気持ちなんだろうとか思ったりするんですけど、なんかその行くってなった時に一応家にはその帰らないんで、連絡入れたらその気をつけて行ってきてねっていうのは。そんな感じなんですか？はい、と穏やかに高橋さんが話していますが、実際のところお母さんはどう思っているのでしょうか？あの子がやりたければ別に何でも一生懸命なれるんやっていいなと思ってて、だから別に反対もしないですけど、実際問題は怖いです。朝普通に仕事行ってくるねで行って、で今から熊本行ってくる、はって、心配じゃないって言ったら嘘になりますけど、あの子が頑張る限りは心配するのも仕事じゃないですか、親の。新米ハンドラーとして日々奮闘している高橋さんですが、実は今時の若者らしいこんな活動も。現場に到着しましたっていうので、この春からですね TikTok の方を始めまして。 TikTok とは短い動画を配信して誰もが見られるアプリ。若い世代に災害救助犬のことをもっと知ってほしいとの思いから高橋さんが提案し実現しました。これが大好評で、今やフォロワー数4400人以上。熊本で撮影した災害救助現場の凄まじさや犬たちの活躍ぶりも配信しました。まだ災害救助犬の知名度自体がその他の介助犬だったりとかよりは知られてないことが多いので、そこをもっと知ってもらったらきっともっと救える命を見つけることができるんじゃないかなっていうのを思ったんで、若い世代にも広めてってもらって。その他災害救助犬の PR や募金活動にも積極的に取り組んでいる高橋さん。高橋さんってどういう後輩になります？犬が好きで入ってるんですけれども、それ以外の仕事にも本当に一生懸命、この活動を広げるにはどうしたらいいかっていうのを真面目に素直に考えて取り組んでくれているので、なんかその彼女の意気込みというか、はい、彼女と一緒に頑張っていきたいなと私たちの方も思いました。熊本地震の時に実際に熊本に友達がいるんですけど、はい、その子が被災した時に希望の光みたいな存在だったっていうのを聞いたんで、うん、現場の希望の光になれる災害救助犬を一頭でも多く育てたいなってそこでもやっぱり思って、うん、人命が助かるかどうかの壁、72時間より早く現場へ出向き被災者を発見して助けたい。そのためにはより多くの人に災害救助犬を知ってもらい応援されるような存在になること。高橋さんの挑戦はまだまだ続きます。これからもですね、どんどん訓練を重ねていただいて、このタノちゃんとね、二人三脚で多くの人の命を助けていただきたいと思います。本当に若きパワーを感じました。災害救助犬ハンドラーの高橋さん、確かに輝いてました。カニ、カニ、カニの季節がやってきましたよ。
美味しいカニを求めて日本海へ。わあ、真っ白。新温泉町浜坂でカニ三昧です。明治時代から3代続くこちらの鮮魚店で、この道40年のベテラン山本さんにお話を伺いました。浜坂のカニはどんな特徴があるんですか？大山の火山灰が堆積して、それがカニにとってもう絶好の育ちやすい環境で、やっぱりこの浜坂は漁船の数も多いし、大型の船が多いからたくさん取ってきますので。わあ、早速食べてみたい。ということでやってきたのは浜坂にある松風荘。ん？カニソムリエの宿って書いてますね。こんにちは。いらっしゃいませ。あれ、皆さんのエプロンにも。実はカニソムリエは浜坂観光協会が認めている資格。3年間の研修で専門知識と経験を身につけ、さらに厳しい試験に合格した人だけに与えられる称号なんです。いわばカニのエキスパート。こちら松風荘では5人のカニソムリエが活躍しています。お泊まりはもちろん、日帰りでもいろりのある個室でゆったりと心ゆくまでカニを堪能できるんです。おお、いけすにはカニがたくさんいますね。この新鮮なカニをお腹いっぱい食べられるコースがこちら。この量でなんと2人前とは。どんだけ。はい、こちらが先ほどまで生きてた松ばかりでございます。今からカニのお刺身をさせていただきます。さっきまで生きとったカニですから、パキッと折って、こうやって取れないのが生きてるという証拠です。氷水に入れたら花が咲きます。わあ、本当に花が咲いたみたい。食べ方や知識を教えてもらえると美味しさが倍増しますね。続いては焼きガニ。炭火で焼くと新鮮なので身がビクンと動くんです。ここでもカニソムリエからのアドバイスが。美味しいタイミングでないと、焼きすぎたらね、もったいないですから、刺身で食べれるカニですから、半生が美味しいです。足がついてる方から、細い方から、つの字を書きます。これを召し上がっていただきます。おお、こんなにスルッと身が外れるんですね。そのままパクッと食べても、カニ味噌につけても、たまりません。そしてお次はカニのしゃぶしゃぶ。先ほどのようにつの字で身を外し、カツオと昆布のだしにくぐらせます。こちらも半生で食べるのがおすすめ。しゃぶしゃぶを満喫したらカニ鍋で締め。カニのいいだしが出るんです。カニを食べるならカニソムリエの宿で決まり。続いては道の駅山陰海岸ジオパーク浜坂の里へやってきました。旬の味覚が気軽に味わえるスポットです。駅長さん、ここにもカニのメニューあるんですか？はい、これです。セコガニバーガーです。え、カニはどこかに？なんちゃって。こちらですね。コロッケの中にカニがたっぷり入ってます。セコガニとはズワイガニのメスのこと。体は小さいですが卵を持っています。このセコガニの身や卵をクリームコロッケにしてパンに挟んでいるんです。ほら、赤いつぶつぶ、これが卵。味付けはコロッケとの相性が抜群な料理長特製のデミグラスソース。濃厚でクリーミーな味わい。このコロナの中でなかなか出づらい時期ではありますけども、この土地ならではの新しい商品ができております。ぜひ食べに来ていただきたいと思います。皆さん、お出かけの際は感染症対策を忘れずに。
はようございます。シンデレラエクスプレスの渡辺博重です。皆さんは日頃の健康づくりってどうしていらっしゃいますか？僕はですね、よく寝て運動して食べる、これを大切にしています。今日は食べるという視点から、健康づくり、それをリポートしてみたいと思います。まず渡辺さんがやってきたのは南淡路市の公民館。今日はこちらの公民館で男性の料理教室が開かれるということです。お邪魔しています。集まっていたのは地元の9人の男性です。渡辺さんも参加させていただきます。今日はね、ローストビーフを作ります。今からで、そのちょっと薬味というんですかね、中のソースを作ったりするのに、こういうニンニクを今からおろすんです。これはもうこれで。ちなみに渡辺さん、普段は料理をするんですか？時々します。はい、時々、本当時々です。皆さん表情は真剣そのもの。料理教室を主催しているのは兵庫県泉会。地域に根ざした食育活動を実践しているボランティア団体です。県内に450を超えるグループがあり、会員の数は4000人以上。盛り付けてもよいように皿洗うから。はい、洗っていただいて。こんな弱いんですよ、後やるとね、胸が出ちゃって。きつい方がいいですよね。これ先洗おうか。あ、ほんなら僕これ洗います。男性が自宅でも一から料理できるようにアドバイスはあえて厳しめ。渡辺さんがお邪魔した南淡路市泉会の青団支部ではおよそ160人の会員が活動しているんです。毎年10回開催している男性料理教室は今年で16年目。参加者の中には10年以上通っている方もいらっしゃるそうです。いろんな種類、1日30品目取らないといけないとか、長生きしたいもん。100歳まで頑張らない。血液のサラサラになってきたようになるような、そんな努力はしてます。はい、食と運動と。中には教室に通い始めてから体重がなんと10キロ落ちたという男性も。一番今薄味と、やっぱり野菜を多く食べるということがやっぱり健康秘訣かなと。香ばしく焼き上がってきましたね。どう、これ美味しそう。美味しそうですよね。スタートからおよそ2時間、手作りローストビーフの完成です。いただきます。自分たちで作ったそのお味は？美味しい。で、柔らかい。作れるんですね、こんな美味しいの。すごいな。美味しいです。いや、もう自分の作ったものだから美味しいです。もう元気はつらつです。皆さん仕上がりに大満足のようです。全員がボランティアで料理を教えている兵庫泉会の皆さんにお話を伺いました。そのどうしてまたそのボランティアでこの関わってっていうのはどういうところでやってらっしゃいますか？地域の方のお世話になってるので、それをまあ少しでも みんなに返していこうかなと思って、はい、家にいてて体動かんでも泉会が今日あるんでって言ったら朝から体が動くとかね。私がその分なんで、それからまあ楽しみの一つもあり、はい、うん、どうしても年寄りって偏った食事になるから、うん、それも知りたかったし、うん、自分もやっぱしこうバランスのいい食事せんといかんかないうことで。活動する理由は様々ですが、会員の皆さんの食に対する意識は高いようです。青団支部では他に子ども料理教室なども開催していて、幅広い年代に食の大切さを伝えているんです。本当に体がやっぱりね、60ぐらいになってきたら狂ってくると思うんです。だから若い時からどういうふうに食べていったらいいかというのを私たち子どもたちにもするし、会員さんが増えるとやっぱりこういうの、こういう考えの人が
だんだん増えるということですからね、やっぱり会員さんが多くあるほど地域の健康づくりにね、直結していくかなと思います、はい、続いてやってきたのは淡路市。ここがですね、地元でも有名なレストランなんですよ。人気の秘密をね、ちょっとお聞きしようと思います。こちらは地元で人気のお店、空と海。兵庫県食の健康協力店に登録しているお店で、健康メニューの提供やヘルシーオーダーサービス、栄養成分の表示など食の健康に取り組んでいるんです。お待たせいたしました。淡路牛のサーロインのバルサミコソースになっております。いや、ありがとうございます。これも全部セットになってるんですか？そうなんです。シェフ自慢の空と海の玉手箱。淡路牛や地元で採れた鯛、野菜など淡路島の食材をふんだんに使った贅沢な看板メニューです。いただきます。ぜひ召し上がってください。何からいただこうかなと思うんですけど、わ、歯ごたえコリコリしてますね。淡路の方はね、それがないとダメなので。表に食の健康協力店って言って、はい、貼ってあったんですけど、はい、はい、あと私どものお店がそれこそ有機のお野菜をたっぷり食べていただくような感じであったりとか、はい、その方その方によってご飯の量とか切り方とか味付けも変えてるんですね、はい、そういったことで兵庫県の中の町ぐるみの中で一緒に協力できたらいいなと思って、それで食の健康協力店に登録させていただいたんです。淡路島の食材に惚れ込んだシェフの吉野亜紀さんは2年半前にこの地に移住してきてお店をオープンさせました。やっぱ淡路島の食材は最高ですから、それをなるべく美味しく、そして健康的に召し上がっていただけるっていうのをモットーにやっております。それがもうこの作品に表れてる。そうなんです。もう心を込めてというか、もう思いを込めて作っております。本当堪能できる玉手箱ですよこれは。さらにもう一軒、もう今回食がテーマで美味しいものたくさんいただいてるんですけど、もう一軒ご紹介。こちら同じ淡路市のですね、ロハスカフェさんにお邪魔したいと思います。こちらのお店も先ほどと同じく食の健康協力店です。こちらで人気なのが30種類の食材を使った野菜たっぷりのメニューです。いただきます。ご飯は玄米を使っているんです。わ、一個一個なんか一粒一粒プツプツって感じで、ちょっといいですね、はい、なんか甘みがすごい。そして味噌汁にもお店のこだわりが。お出汁がありますね。畑で採れたお野菜をちょっと干して、はい、乾燥させたものをまた炊いて、はい、うん、お出汁を取ってるんです。野菜の甘みとか、ね、はい、旨味とかそういうのまた深みになるんですね、はいはい、野菜には特別なこだわりが。自然のものというか、うん、あまり農薬を使わずに、はい、育ててますので、うん、はい、実はお店の看板娘が畑で育てた野菜で料理を作っているんですって。いらっしゃいますか、看板娘の方。はい、呼びましょうか。ご紹介していただいていいですか。はい、娘さん、お願いします。厨房から出てきたのは、あら、お姉さん、こんにちは。いや、こんにちは。よくぞお越しくださいまして。いやいや、ごちそうになってます。おいしいです。いや、ありがとうございます。はい、看板娘というのは、はい、ひょっとして川添さんのお母さんですか。そうなんですよ、母なんです。あ、そうですか。はい、その畑はお母さんが、はい、作ってます。もうそうなんですか。お年というか、もうそのおいくつになられるんですか。こんな聞いてええんやのか、女性に。80越してます。そうですか。シャキッと皆さんされてますよ。いや、ということはやっぱこの食べ物というかお野菜とかもご自分で作られたやつをお母さんも召し上がるんですか、よく。そうです。はあ、いや、
畑はお母さんの宝物。緑豊かにいろんな野菜がすくすくと育っています。まああまり都市に関係なく、はい、よく動きます。多弁当さんですよ。多弁当さん、ね、うんうん、私ね、目標は長生きです。80歳を過ぎてもいつまでも元気でいられるのは食べるもののおかげです。いや、今日出会った皆さん本当に生き生きしてらっしゃいました。皆さん共通してるのはやっぱりね、食べること、食を通じてのその健康づくりをすごく意識されてたように思います。どうですか、皆さんも食を通じて健康づくりちょっと頑張って心がけてみませんか。いや、もう今日本当に美味しいもいっぱいいただいてお腹いっぱいになりました。ありがとうございました。全国的に感染が拡大し、本県でも感染拡大特別期が1ヶ月半以上となり、厳しい状況が続いています。本県では神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市の接待や酒類の提供を行う飲食店などに対し、1月12日から営業時間の短縮を要請します。生命・健康を守るためにも感染予防にご協力をお願いします。感染リスクが高まる5つの場面は、飲酒を伴う懇親会など、大人数や長時間の飲食、マスクなしでの会話、狭い空間での共同生活、休憩室、喫煙所、更衣室などです。皆さん特に注意しましょう。不要不急の外出を控えてください。緊急事態宣言が出された地域への往来は控えてください。感染リスクの高い施設の利用を控えてください。成人式などの行事の前後やリスクの高い施設への出入りなど、行動に注意してください。飲食などの行動に注意し、毎日の検温、マスク着用などの健康管理を徹底してください。発熱、息苦しさ、味覚の異常などの症状があれば、すぐに電話でかかりつけ医などに相談してください。テレワークやテレビ会議などによって人との接触を減らす取り組みの一層の推進をお願いします。